収納は、脳の一部。競技の脳幹のうち、最も上の部分であって、さらに上には、第三脳室、下には端、両外側には、管脳がある。滑らかな動きを可能にする衰退外路性、運動系の重要な中継所を含むほか、対抗反射、視聴覚の中継所、眼球運動反射、姿勢反射、ガンマ運動ニューロン活動抑制、歩行リズムの中枢をも含む。 中脳の前面は大脳足と呼ばれる一体の隆起である。大脳足は、端の底部に続き、衰退路をなす繊維が入っている。大脳足の付け根に当たる部分は、黒質と呼ばれる、メラニンの多い層になっている。後面には四球体と呼ばれる二体の隆起があり、それらの内上の一体は上丘、下の一体は下級と呼ばれる。上岡の中には、数層の浅海白層。 下級の中には下級角と呼ばれる開白室が入っている。4球体のある部分を中脳外と呼ぶ。中脳外のすぐ前、中脳の内部のほぼ正中には中脳水道と呼ばれる穴が開いている。中脳水道は神経管の内空に由来し、上の第3脳室と下の第4脳室をつなぎ、脳脊髄液の通り道になっている。中脳水道の周りは、 中脳水道周囲開発室に囲まれている。中脳水道周囲開発室のすぐ前に、動眼神計画とエディンガー・ウェストファル角がある。中脳外と黒室の間にある部分を皮フタと呼ぶ。なお、上で述べた意味での大脳足と皮フタを合わせて、大脳足と呼ぶことがある。皮フタには外側に、内側毛体があるほか、内側の下部には上昇濃高さ、上部には、 赤角と呼ばれる鉄の多い角がある。橋との境目あたりには滑車神経角がある。上岡は鳥類などでは視覚に重要な役割を果たしているが、人では視覚反射の中継所でしかない。視覚と関係するので死外とも呼ばれる。目に光が入った時に動向を収縮させる対光反射。見ているものが近づいた時にレンズを厚くしてピントを合わせる調節反射。 それと同時に視線を内側に寄せる複層反射に関わる。下級は聴覚の重要な中継所である。耳から入った音の信号は下級神経を通って下級神経核で中継され、交差した後、外側毛体となって下級に入る。下級から出た繊維は下級腕を通って内側室状態へ送られ、中継された後長方線を作って大脳皮質に送られる。 ありがとうございます。